Suppose.suppose.there's no reason to suppose he's lying.suppose、no、の発音は O の発音。ここをやっていきましょう。日本語では suppose というふうに伸ばしがちですけれどもここを伸ばさないようにしていきましょうね。どうするかというともう文字通り オと発音しますそれにはまず口の開け方を意識していきましょう Suppose の「お」は口を縦に大きくまず開けていきます「お」この時の口の周り唇はちょっと力が入っているテンションがかかっているという状態を感じてくださいオそして次の「う」ですけども「う」の時にはこの「 力が入っていたテンションがかかっていたのを少し力を抜いて「う,ーとなりますうー」のすうがちょっと弱めの発音になります。ですので「おう」「おう」これで「サポーズという発音になります。